はいどうも、よしちんです。じゃあ、ここどこだと思います布団の中なんですよね。<laughs> 今ね、あのー、深夜のね、もう1時半ということで、かなり夜中なんでね、布団の中で撮影してますけど、緊急にね、あの、撮影してまして、先ほどね、 えー、やりすぎ都市伝説の、まあ、前夜祭っていう感じでね、あのきん、生放送やってたじゃないですか。ね。そこで、まあ、キーワードと言いますか。違和感に気づけと。ね。いやね、俺もね、あれ見ててね、ものすごい違和感があったんですよ。あの違和感にね、気づいてなかったらね、もうやばいっすね。人間選別でね、もう漏れてますよ。 マジで。これ気づいてなかったら。もう一番初めにね、もうすでに違和感感じてました、俺も。マジで。ね。それは何かと言いますと、ね。あのー、今回のね、生放送。あのー、まあ、ちょっとね、時間押してたんですよ。10分かな ?10 分がそこらね、ちょっと押してたんですけど。ほんで、あのね、あの、並木さんが。 ほら、オープニングで、あすいませんと、システムエラーで。ね、システムエラーで、遅くなってすいませんって、まあ、遅れてすいませんみたいな、ミ木さんが謝って。まあね、その、まあ一応遅刻って言ったらあれですけど、時間押してるんで、まあそれ謝るじゃないですか。でそこで謝ったのは並木さんなんですよで並。並木さんが、まあまず初めに謝ってで。それで関さんも謝るのかなと思ったらね、関さんなんて言ったと思います なみきさんが、あのー、エラーで遅れてすみませんって言って、関さんが、いやいえいえ、全然。いえいえ、全然え、え、あれなんか違和感感じるぞ。おかしくないですか違和感感じませんでした。なみきさんが、ね、この生放送ね、遅れてすみませんって言って、関さんも一緒に、いやーすみませんねって謝んねえとわかりますよ。遅れてんだから。遅刻してるんですからね。それなのに、 な美さんが謝って、関さんが、いえいえ、全、いえいえ、全然じゃないよね。ディスナーも足してんだから、いえいえ、全然って、な美さん、関さんに言ってるわけじゃないよね。皆さんにすいませんってことでしょ。ディスナーさんとか見てる人にすいませんって言ってるのに、なんで関さんが、いえいえ、全然、全然じゃねえよ。待ってるよ。お遅刻しとって、いえいえ、全然ってなんやねんと。 ここで違和感を感じてなかったら、もう完全にね、思考能力がね、ちょっとね、落ちてますよ、皆さん。気をつけないと。で、あの、洗脳されてます。ね。普通にごく一般の社会人として考えて、社会人として、会社遅刻しました。ね、すいません、と。ね。まあ、先輩がね、隣で謝ってくれて、ほなね、その隣の自分もね、ほんとすいませんでしたって謝るのが普通ですよね。大人ならね。 大人なら、社会人なら。ね。なんでお前が、いえいえ、全然やねん。おかしいでしょ、それいえいえ、全然。全然で。待ってました。始まらへんと思って、待ってました。言っときますけど。だからここで違和感を感じないとね、もう、まずいぞって話ですよ。ね。ここで、あの、ね、待、ま、たされて怒ってへんのは、信者の人とかね。 もう別にね、あ、いいよ、いいよ、と思ってるかもしれないけど、逆に考えて。サロンとかでさ、ね、情熱クラブとかサロンでさ、10分前とかで集合してへん方はね、あの、やる気がないやら、うんうんですぐ切れてるね。関さん。関さん、遅れてるんですよ。これ簡単に言いますと、自分は遅刻しても、お前ら待っとけよ、と。ね。関舐めんなよ、と。 多少のね、遅刻くらいで切れんないよと。でも、リスナー、毎月5000円払ってる人やのに、毎月5000円払うと、おか、お客さんみたいなもんですよ。毎月5000円払ってる側が、ね、ライブに遅れると、めちゃくちゃ切れるっていうね。おかしくない違和感だなわけですよ。もうここがすごい、もう、一番初めにね、もう違和感感じてましたよ。俺これね、多分ね、 言う人いないと思うんですよ。俺以外に。みんなね、洗脳されてるから。ね。違いますよ。遅刻してきたのは、関さん側なんで、遅刻した人が、いえいえ、全然っていうのはおかしなことですからね。これ。違和感感じてくださいよ、ここ。めちゃくちゃ重要ですからね。でも、ちょっちく生放送のね、あの内容も、 まあ明日のね、やいすり明日じゃないな、もう今日ですね。やいすい都市伝説、ね、宣伝。と、あの、ライブね。やいすり都市伝説が終わった次の日か。ね。またライブやるんで、それを見に来てねっていう宣伝ですわ。ね。無料で楽しむなよっていうのを、めちゃくちゃアピールするでしょ。無料で楽しんだ月が、ね。 あの、払う時が来るみたいな言いし指数でしょ。それは、有料のライブ来てねっていう宣伝なんですよ。なんか無料で楽しむことが悪いかのような言い方してたでしょ。ね。回りくどい言い方してたでしょ。無料の、ね、今回の生放送、YouTube じゃなくて、チケット買って有料の <laughs> ライブ見てねという、ね。 それを気づけと。いう話ですよ。本当に。いやもう今回はもうマジでもう違和感だらけでしたわ。見てて。最初で違和感感じたもんで。ね。てから本当に気をつけて。これ布団の中ですからね、俺。もうみんなに気づいてもらうためにね。こんな時間から。布団の中で話してるから。ね。 深夜なんで。ね、もう嫁さんも大いも寝てるんで。こんな見て、この絵面。真っ暗でしょ。本当に。だからもうみんなに気づいていただきたくて、違和感にね、気づいていただきたくて、この動画、すぐに撮りました。ね。本当に何だったんだ。内容、スカスカって言うかね、宣伝なんですよ、いつも。 やりすぎと支伝説、お前のライブはね、宣伝しかないんですよね。ね。気づいてくださいよ、違和感に。ね。あれ、これはどういうことやろうっていうね。セチさんのね、話してる内容一つ一つね、あのー、気づいて。あ、これは有料のライブ切ってほしいってことだなって。あ、これはサロンのね、毎、ま、月、あ、5000円払いにね、入ってこいよって言ってるのかなとか、そういうの気づかないと。 ね。そういうことです。俺はもう寝ます。ね。明日仕事なんで、やりすぎと自然説も見れないんでね。また見た人は感想を教えてください。それでは、おやすみなさい。バイバーイ。